ボッシュの電気ガンナ、フロントベースの修理を終わりまして、これを手押しガンナに改造します。一般的に作られている手押しガンナは箱体に入れて使ってるのが多く見受けられますけど、今回はビルトイン型手押しガンナを作ろうと思います。このワークテーブルにビルトインさせます。このワークテーブルはこの部分が問いになってます。この問いの意味は、このようなゴミをこの問いに落とします。それでそのまま下がゴミ箱になってます。このワークテーブルにここにビルトインさせます。
い、これから試し抜きをします。はい、試し切りと安全蓋の製作で